皆さん、こんにちは、すみれです。今回の講演で卒業される6名の皆様をご紹介いたします。皆さん、よくご存知のギャラリーする場所がリニューアルされました。階段がなくなって下に降りられなくなったんです。道に飛び出すと危ないので、ギャラリーの安全のためでしょうね。星組千秋楽にはまだ咲いていた桜も、葉っぱの緑が目立つようになってきました。では、大劇場正門から入っていきましょう。花組公演から初日は3時半からになりましたので、まだ早いこの時間、観劇の皆様はいらしてませんので静かです。
花の道の桜は散りつつありますが、大劇場では花組が満開です。ジェンヌさんも大劇場スタッフも頑張ってくださっているのですから、今後も宝塚からは一人も感染者を出さないように、私たちもおしゃべり大声での会話は慎みましょうね。